はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、令和の怪物くんですね。はい、目が2つになります。じゃあ1個1個開けていきます。で、今日発送大丈夫ですよね。はい、今日発送しますので、お受け取りね、よろしくお願いします。配送番号先にお知らせしてると思いますけど、明日以降確認していただければと思います。はい、目が2つね、で開けるのはこの、ね、メガの限定パックになります、はい、4パックはそのままねお送りしますので、まあ紙とクロームのベースでしか出ないパックですので。お、いきなりガブさんファーストですね。ファーストできるだけね出るといいですよね。はい、ただまあ6枚に1枚ぐらいですんで、まあ箱で1点インサートですね。マッケンジー箱で1枚 1.2、3枚出ればね、2、3枚出たらほらね、全然 OK なんですよ。でゴメスとミッチェルファースト2枚出ました。ガブさんは結構期待してる方多いかな。まあね、クリーブランド自体がこうちょっとね、うん、若手に変えていくのかなみたいな感じですから。はい、インサートですね。あ、でもブレイク・ジョーダンくんね、インサートです。はい、ルチアね、ジョーダンくんインサートました。ペルドモさん、ペドロモかとずっと思ってます。はい、200個目です。マウリシオ、アマヤさんで、インサートですね。はい、ヒメネス、これもクリーブランドね。ボルピノーラン・ゴーマンですね。はい、ノーラン・ゴーマンもね、良かったんですけどね。去年その前成績、去年がちょっとグヌヌになってたのかな。うん、順調にいけば今年ひょっとしたらっていう感じだったんで、まあでも実力はあると思います。プアーソンさん、お、ファーストですね。サンチェスで、この次が、あ、レギュラーだ、リーチ。はい、3番目がレギュラーです。サインは2割ぐらいです。そこだけはご了承ください。下が白かったらサインのスペース。あ、サインだ。レッツイバン・ジョンソン、誰だ。あ、ヘンドリックだ。はい、オースティン・ヘンドリック、サイン出ました。よかったですね。それとジャレット・ケリーもいますね。このメガのね、サインカード、これ写真、あのホビーと違うと思うんですよ、店長思うんですけど。違うよね、これね。かっこいいんだよね。彼一巡12位だ、去年の。タイプ的にはグリフィーとかブライス・ハーパーと言われてるようですね。うん、うまく成長すると。はい。腕上げていいね、構えかな。どっしりした構えかな。6フィートか。ハイスクールだから高卒ですね。まあ、3、4年は普通にかかるかなと思いますけどね。うん、あのタンパで活躍しているワンダー・フランコ、あれはすごい、もう素質がすごいです。はい。素質がすごいです。はい。ケリーとディアスですね。はい、ということでサインが出ました。逆にシリアルは出なかったですね。まあサイン出たからね、OK だとは思いますけど。しかも一巡ですからね、去年のドラフトの。レッツ、あ、外野なんだ。センターだったらあれだね、でも秋山さんがいるからね。はい、ということで、200個の PB でした。で、今日発送いたします。はい、ありがとうございました。